んにちは、えっちゃんです。りっちゃんです。はい、今回はですね、りっちゃんと私いるわけなんだけど、まあ、りっちゃんって結構カジュアル系じゃん。うん、そうだね。意外とさ、うん、他のイメージが湧かないよ。他の服装、ギャルだったり、お姉さん系だったり、ということで、うん、今回はりっちゃんにギャルメイク、ギャルっぽい服装をしてもらって、奇跡の一枚を撮ってみたいと思います。まあね、うん、うまくいくかどんな結果になるかわからないけど、やってみたいと思いますので、はい、早速やってみましょう。うん、りっちゃん普段さ、あのシャドウとか入れないでしょ、鼻とかに。シャドウとかは全然入れたことないね。ちょっと入れて彫りを深くしていきたいと思います。おー、なるほどね。変わるんだ。意外とね、よく見るとね、やっぱあるのとないのと違うなって感じ。あの彫りが深くなる。本当に。うん、ハイライトもこのままいっちゃいましょう。はい。えっちゃんはもともとギャルメイクだもん、昔はね。うん、すごい昔は高校生とか。そう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 、うん、それはね、雑誌とかで勉強したの。そうそう、うん、それこそミキポンとか、うん、水キティとか、うん、クミキーとかが出てる時のポップティーンでめっちゃ勉強してた。へえ。何、私これ完成したらポップティーンの紙面に出れるぐらいの感じになるわけ。もう奇跡の一面一枚にするかね。雑誌のカバーっぽくしようかな。あ、本当に。もうフォトショップとかでいい感じにしますんで。あ、本当にそれは嬉しいわ。目をね、でかく見せてなんぼだからね。うん、そうそうそう。なんかね、私多分アイメイクが多分すごい薄いから、うん、なんかわかんないんだよね、濃くし方が。あ、どこをどうしたら濃くなるのかみたいな。そう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 。一旦ね、二重幅が広げられるかやってみたいと思います。すごい。うわ、やばい、全然違うね。すごい目大きくなるね。さらにさらに目力強くしていきます、うん、アイラインをちょっとね、いつもと違った黒のアイライナーで、うん、引いていきたいと思います。かなりね、目が変わってきました。眉毛描き忘れてたわ。うん、細めにね、描いていきましょうか。はい、眉毛ちょっと長めに描いていきます。最近絹使ったらさ、塗りにくい塗りにくい。歯ブラシみたいな感じ。歯ブラシになってんな。そうそうそう、むずすぎでしょ。あー、長いね、確かにいつもより。うん、長いわ。あー、はい、こちらがえっちゃん作のオリジナルつけます。はい、これはこの辺、こっちの方がね、なんか濃くなってるのかな。目力すごい。でも可愛いよね。いや、確かに目で、てか目のなんかでかいっていうか存在感がすごい。ほいほい、唇はちょっとね、プルプルにしていきたいと思います。で、ピンクで塗ったら、うん、濃いめの色を、うんうん、中心とかに。立体感、また立体感。はい、はい、立体感。あー、赤いね、いつもよりね。私、はい、いつも塗んないからね。そうだね。だめー、かわいい。あ、かわいい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 よ。いいね。はい、ということで、まあ、完成しました。いや、めちゃくちゃ可愛いじゃん。本当に、うん、可愛い。あ、本当。じゃあこれでいくか。なんかね、ウィッグね、ちょっとボサボサだったのが残念なんだけど、うん、あとはもうね、写真を撮ってもう加工、まあ女子といえばスノーとかね、ビューティープラスとかね、いろいろあるんですけど、そういう加工アプリを使って可愛くしていきたいと思います。じゃあね、ちょっと今撮った写真、私ちょっとフォトショップを使って加工してくるから待ってて。おお、できたよ。お、早い早い。お、じゃあね、早速、皆さん、できたものがこちら。おお、すごいじゃん。もう、じゃあいつものりっちゃんと比較してみましょう、うん、こちら。あら、いや、まあ全然違うね。全然違うね。まあでもりっちゃん、あの、うん、どっちでも可愛い。あ、本当に、うん、なんかこっちの人生もあったのかもしれないっていうのが今見えたね。あー、まあ確かにね、うん、まあ、まあなんかのきっかけがあればこっち系になってたかもしれないもんね。そうだね、うん、うん、はい、ということで皆さん、こちらの動画がびっくりした、すごい変化だった、面白かったと思ったらね、ぜひ皆さん高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。チャンネル登録はこちらから。